はい、今回はですね、ガチャガチャですね。まあ昔はですね、自分たちの地方はガチャガチャと呼んでいましたが、今見るとね、このようにガシャポン、ガシャポン、まあ各社名前をつけているんでしょうかね、ガチャガチャ。バンダイはガシャポンなんでしょうかね、ガシャポン、ガシャ。まあ要するにガチャガチャ。このね、カプセルの中に入っている、まあおもちゃとか、そういったものをね、まあ何が入ってるかわかんないんですが、ランダムに出てきます。自分がね、子供の頃やった時はこのぐらいのサイズ、これはちょっとチョコエッグなんですが、まあ大体このぐらいのサイズのものがですね、20円でできました。で、中に入ってるのはですね、そうだな、消しゴムタイプの、なんていうのかな、カー消し？車ね、自動車の形をしたゴム製品なんですが、まあ、そんなものが入っていたと思います。まあ他に人気キャラクターなんかをね、作った消しゴム、消しゴムっていうけど消えないんですけど、全然ね、ゴム製品ですね。まあそういったものがね、単色、一色です。入っていました。まあ20円なんでそんなもんなんですが、まあ時々お店によってはね、隣に並んでるのが100円タイプです。100円タイプはやっぱりね、こう、このなんていうのかな、カプセルも大きいんですよね、大きい。そして入ってるものも金属で作られていて、なんか豪華なんですよね。今はね、カプセルを無駄にしないようにこのようなね、画面に映ってるような顔がもうカプセルになっていて、全て無駄にしないようなものも出ていて、そうですね、もう500円とか、自分600円って見たことがないんですが、まあそういった高額商品になってます。で、まあなんていうのかな、娘ちゃんがね、今ね、こうガシャガシャ、ガシャガシャじゃないか、ガチャガチャに夢中になっていてですね、いろんなこのような安めなんでしょうかね、安めのガチャガチャをいじくってんですが、すぐ壊れちゃうんですよねそのたんびに直して直してとギャンギャンやられてもですね、なかなかこちらもまあいつもいつもね、時間が空いてるわけではないので、まあ本格的なもの、まあ実際本物もね、買うことができますが、数万円しますよね、数万円します。このピンクなんてなかなかいけそうだと思ったんですが、500円なんですけどね、500円、やっぱりお値段なりなんですよね、お値段なり。なかなかこうね娘ちゃんが思うように出てこないようになって、その度にギャンギャンなっちゃうんで、まあやるならば本格的。ただね、あのバカでかいのをね、置くのはね、ちょっとメンテナンスも大変だし、場所も食いますしね。まああれだったので、まあ探していたらですよ、なんとこのようなね、ちょうど2分の1スケールのものがありました。じゃーんとこうね、もう多分だいぶ前に出ていたと思うんですがこれなら満足でしょうという出来合いです。なんとね、実際にお金を使うんですよね。ちょうどあのガシャポンのね、2分の1サイズとパッケージには書いてありました。まあ結構こうパーティーとかホームパーティー、結婚式とかでもね、使ってねと書いてありましたけども、完全に2分の1サイズのカプセル自動販売機と、ガシャポンとね、まあフィギュアでありながらちゃんと使えるというのが嬉しいですね。箱から出すと結構こんな感じのマシンが出てきます。まだね、上がついてないんですよね。まあ横から見ると、あ、よくお店に並んでいるカプセルステーションだと思いますよね。これちゃんとね、お金入れるんですよ、本当に。そこをちょっとね、微妙に困っちゃったとこなんですよね。まだちっちゃい子にお金を渡すというか、そういうのも問題があるなと思うんですが、まあ似たような効果ならいいのかなと、まだちょっとね、試してはないんですが、まあかなり本格的仕様な感じがします。玉はね、確か6個ついてきていたかなと。ここから入れますが、6玉ついてますけどね、ちょっとね、6玉だと迫力がないんですよね。
まあ後ほど追加で買いたいなとは思ってるんですが、100円となってますが、別に100円じゃなくても動いてしまいます。1円を入れてもこのなんていうのかな、レバーは回りますね。コイン返却口というか返却ボタンはですね、ダミーです。コインはもう返却できませんですのでね、しっかり回せたいですね。いや、さすがに2分の1スケールというだけあってね、本格仕様ですよ。ここコインが出てきます。コインといっても現金なんですがあ、先ほどもうね、娘ちゃん実は遊んじゃってたんですけどね、開封する前にもう持ってっちゃってねそれどこじゃなかったんですが、まあ1円を触らしてます。100円どっかぶん投げられちゃったら悲しいんでね。500円玉は入んないそうですね、1円5円10円50円100円までです。そして蓋というか上蓋があります。上蓋が取れるのはあれですね、玉の補充ですね。玉の補充しなきゃいけないのもありますし、なんとね、上に重ねることができます。上にね、もう一台重ねて、まあよく見る光景だとは思いますが、下の段と上の段にね、並んでるガシャポンの、まあ、カプセルステーションがあると思いますが、それを再現することができます。そしてね、横にも連結ができます。ですのでね、予算が許す限り、ダーッと横に並べてあげると、それはもうね、本当にカプセルステーションになりますね。では同梱されていたこのね、赤いカプセルを入れておきましょう。全部で6つあらかじめね、同梱されています。まあ本当はなんか、おもちゃをですね、入れときゃいいと思うんですが、ちょっと今はお試しということで、中身は何も入ってません。まあ、まさかね、今の時代はこういったものがね、自宅で楽しめちゃうというのか、すごい時代だなと思いますよね。まあ、先ほどね、娘ちゃんがガチャガチャやってましたけど、かなり本格的なんですよね。びっくりしちゃった。まあ、こんで、玉を詰め終わったら、蓋をすると。いった感じで、いよいよね、100円玉。今は娘ちゃんいませんので本格的に100円玉を使ってみたいと思います。まあこの硬貨の場合はですね、マックス100円ですね。500円玉は入りません。もともとそうでしたっけ、500円玉で回すのってなかったかな。今入れましたがガチャンとは入りません。半分ぐらい回したところでコインがカチャンと落ちて一周させると玉が出てきますね。いやー、かなりいいですね、これ。なんだろうね、こう。かなりね、小さい20円の時代からやってきたせいもあって、いつの時代もこう、ぐるぐる回してなんか出てくるというワクワク感はたまりません。先ほどの100円ですね。ガチャガチャね、今まあ、子供のためというよりは結構大きなお兄さんとかね、我々のようなおっさんもガチャガチャやってますよ、もう。うちらがね、子供の頃はおっさんがこんなの回してる人いませんでしたからね。まさに子供の頃から回してきた世代がついに大人になってしまったのかなと思います。何回回してもいいねお金も取り出し放題ですので、回し放題。まあご自宅にあってもどうなんでしょうでもね、こうなんかのご褒美にガチャガチャさせると、ただポイとグッズを渡すよりも非常にね、子供ってワクワクする関係上楽しめると思いますよね。ただ入って渡しちゃうとつまんないんですが、こういうもので渡してあげるともうね、それだけでワクワク。ちなみにこのプレート交換できます。ギュッと5円にしたければ5円にできますし、交換のね、プレートついてます。すべてついてますね。1円から5円10円50円、100円はもうもともと標準です。裏側にすると1円だったのかな。
そしてね、もう1枚ついてて、そちらが10円と50円ですね。何も入れないと100円の表示になります。こんな感じです。でもう一つついてるのがこいつですね。何のイボだろうと思いましたが、実はここですね。横につけた場合ですね、横に連結させる場合、このパーツを使います。まあ今1台しかないのでつける必要はないんですが、そうするとお互いバラバラにならずにね、連結したまさにカプセルステーションの完成になります。もう一つついてます。まあここはね、入れるものによって自作した方がいいのかもしれませんが、よくあるこうラベルというかね、何が今回のガチャガチャに入っているかが分かる、まあ絵ですね、イラストとか写真とかですね。でギュッと押すとまさに本格仕様ですよ。今ガシャポンとしか書いてませんが、中に入っているものの、まあおもちゃとかのね、写真がここにあればよりリアリティが増すんじゃないでしょうか。まあ実はね、隠しておいたんですよ、このガシャポンマシーン。ところがね、娘ちゃんに見つかってしまい、ギャンギャン言われた末突如開封せねばならなくなってしまったと。本当はね、ガチャガチャ55周年記念ということでやりたかったんですよね。日本に初登場したのが1965年です。それから55年間愛され続けているガチャガチャ。娘ちゃん無心に開封していきます。そしてね、軽々と持ち上げてってしまいました。まあね、こうやって玉を詰めるだけでもワクワク。蓋がない。いや、よくないでしょ、取られちゃう。大人のね、手は入りませんね。子供は手に入っちゃう。ちっちゃい子なら上から取れちゃう。上から取られちゃう。で、蓋を閉めてと。おお、ついた。できた。もうね、本格的なガチャマシンが家でできるということであり、大興奮です。1個だけ、まあ渡すのは1円です。100円玉をね、金を入れる。そう、ここに入れて、そしたら回すんだけど、カチャって多分入んないのかな。そう、回った。戻したらダメ。同じ方向に回す。硬い。もっと回せ。ちょっとお金置いといて回してね。まだ回って、玉出てきてないじゃん。その向きじゃない。そう。いけ。おー、出てきた。できた。じゃあ最後の1個。おお、ガチャガチャやりすぎ。おお、マスター。もうね、2回ぐらい回すとコツ覚えちゃってガンガン出しまくります。お金は？お金はどこ行っちゃったんだろうね。これで出てくるの？出ない。開けんじゃん。あ、ほら、お金入ってる。じゃあ、繰り返し出す。じゃあ、で、お金が引っかかって。そしたら、ここ戻して。まあ、ガチャガチャね、もともとアメリカにあったものを、まあ、日本に運んできた。初登場したのが1965年ですので、なんとね、今年で55周年になります。すごいですね。まあ、確かペニー商会かなんかが輸入販売していたんですよね。で、初期の頃は10円玉タイプが多かったかなと思います。で、日本で本格的にまたね始まったのが1995年の
まあ友人ですよね、友人から出て、まあカプセル販売機が爆発的に再びヒットしていくことになります。今ではその両社はね、タカラトミーの子会社になっていますけども、まあそういうことはですね、タカラトミーのガチャガチャはですよ、あの一番最初に出たガチャのルーツになっているんじゃないかなと思います。55年経ってもね、子供たち、今では大人たちも魅了するガチャガチャ、一体いくら使ったかな。ではまた